こちらは5年前に大隅フラッシュで取材した映像。演歌を聴かせて育てた演歌いちごの直売が人気として紹介した志布志市の鶴田農園です。24時間演歌がかかってます。自分が演歌が好きなもので、演歌聴かせるといちごなんか変わるんですか？なんか元気あるみたいです。で、味も美味しくなるそうな感じがして、いつも24時間かけています。そんな鶴田農園でこの夏勢いよく売れているものがあるということで再び取材しました。それがいちご 100% のかき氷です。農園の主、鶴田次夫さんです。いちご農家歴は25年。誰よりもいちごを愛する鶴田さん、エプロンも三角巾もいちご柄です。シーズン以外もいちごを楽しんでほしいと開発したのがこのいちご 100% のかき氷。3年半の研究の賜物だそうです。さつま乙女、佐賀ほのか、大きみ、3種類をブレンドして冷凍してます。一番苦労したのはいちごの冷凍。自宅の冷凍庫を見せてもらいました。普通のいちごだと凍らせたらどうなるか。全部霜でいちごは全然見えません。そしてバラバラ1個で、ここで1個ずつ取れないんですよ。この靴があるもんだから、きれいにいちごだけ冷凍して氷が張らない技術があるもんだから、3年半かかってやっとできたんです。冷凍すると水分が抜け氷がついてしまういちご。どうしてもいちごの純度 100% のかき氷を作りたかった鶴田さんは、栽培の段階から与える水の量を減らし、身の締まった味の濃いいちごの生産にこぎつけました。そして4年前に商品化に成功したかき氷、いちごの収穫が終わる5月頃から販売しています。次のシーズンに向けた農作業の合間を縫って販売されるいちごかき氷。お客さんが呼びに来やすいよう、鶴田さんが今どのハウスにいるか居場所を教える看板も設置されています。お客さんがすぐ裏に来て分かるというか、今の時期は夏はもう苗作りをもですから、その間見ながらかき氷を作ってるというか。一杯のかき氷に使用するのは1パック分のいちご。練乳をかけ手作りジャムを乗せたら完成です。これで600円はいちご農家だからこその値段です。いちごが濃いです。サクサクして普通に溶けても飲むって感じがせずに、ずっとかき氷として食べれるから、ずっと食感がそのままで美味しい。生のいちごの感じがすごい美味しくて、子供たちが多いと思ったら大人も結構食べに来る人が、でたまには2杯おかわりする人もいますので、あれにはびっくりしています。今年は1トンのいちごを冷凍した鶴田さん、いちごがなくなり次第かき氷の営業は終了予定ですが、今月いっぱい販売できそうとのこと。残暑が厳しい鹿児島ですが、冷たいかき氷で暑さをしのいでみてはいかがでしょうか。